斉藤、うん、斉藤チーズとか好き？いやめちゃくちゃ好きチーズ。あマジで、うん、チーズめっちゃ健康にいいからめっちゃ食った方がいいよ。そうなんだ。あと大豆とか、うん、豆腐とか、うん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 、乳製品類めっちゃ健康にいいから。そうなんだ。めっちゃ取った方がいいよ。食べる食べる、やってみるわ。あとさ、なんかこのこうやって手をグッと切り合わせるじゃん、うん、息吐きながら、うん、左右にこうやってひねるエクササイズ、はあ、これもめちゃくちゃ健康にいいらしくて。そうなの、うん、こんな簡単なのに。そう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 。うわーマジ、ちょっとやるわ毎日、うん、これめっちゃやるな、うんうん、あなんかちょっと効いてる気がするかも。でしょ、うん、めっちゃ健康になるから。そうなんだ、うん、1ヶ月後楽しみだわ。さよなら。さよなら。みね、はい、あの明後日は私家庭訪問行くから、はい、よろしくね。あ、はい、うん、あの家庭訪問行った後って、うん、股間訪問ってあるんですか？ん？な、何それ？あ、いやあの、うん、家庭訪問行った後そのまま、うん、僕の股間訪問。え？え？ありますよね。ミネの何訪問？股間訪問。あ、これ言っちゃダメなんですか？え、でも一応本とかで見たんですけど、一応股間訪問ありますよね。うん、ないよ。あ、ないですか？うん、家庭訪問だけ。家庭訪問だけ？うん。これ股間訪問あるって聞いたんですけど。いや、ないよ。ないですか？うん。え、マジで？お母さんにも伝えといて。股間訪問ないって？うん。言っときますよ、じゃあ。うん。マジか。さよなら。さよなら。先生、うん、なんかおすすめの本とかってあります？あるよ。おすすめの本でしょ。はい、私が好きなのは夕暮れ団地妻、甘い道を吸わせて。お、はい。で、あと奥村先生の禁断の熟れた果実。はあ、あとなんだろうな、あ、なんかアドベンチャーものとか好き。あ、はい。だったらジャングルもジャングルも好きだったかな。お、みんなおはよう。おはようございます。ん、あ、どうしたの？あー、いやいや、なになになに、いや、ごめんごめんごめん。うん、いや、本当にごめんごめんね、ありがとう。え、何、本当にごめんねって。いや、なになになに、何、いや、本当に本当に本当に何でもない。何かしたの？いや、ごめん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 。え、なんかしたのね。いや、何、何、何、本当に本当に何それ、何、どうしたの、どうしたの、どうした、これどうしたの。いや、ごめん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 。え、何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 したの。いや、本当に何もない。え、なんかした？え、何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 したの。ありがとう。ありがとう。さよなら。さよなら。いや、今日先生マジあったかかったっすね。本当にあったかかったね。超暑くて俺汗かいちゃいましたもん。いや、まあ4月だからやっぱ桜も満開だよね。あ、そうっすね。え、え、やっぱ満開の桜見て私もちょっと休みたいな。あ、そうっすね。満開だと嬉しいよね。あ、そうっすね。桜って今どれぐらい咲いてましたっけ？満開だよ、満開。え、八分咲きとかじゃないですか？満開だね。みんな、合唱祭残念だったな。でもね、先生が胸にずっと刻んでいる言葉、これ巨根勃起。いい？巨大な根を張っていれば立ち上がることができるよっていうこと。いい？皆さんいっぱいね、合唱祭練習したでしょ。巨大な根を張ったんだよ。だからみんな立ち上がれるね。巨根勃起、これクラスのスローガンにしよう。これはね、巨根勃起、大きく横に朝から温くから。マジか。巨根勃起、これは忘れちゃダメだよ。いいね。みね、そろそろ移動教室行こうぜ。あー、そうだね。ふっか。行こう。先生。お、できました。みね、できた、はい、いいね。よし、よし、よし。お、お、すげえ、全問正解、100点。
しょ。へえ、みんなやっぱ頑張って勉強してるからなんかな。え、はい、おやす。おっぱい、すげえ、やった。